待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は、ときわ台、名古屋経由、新柏駅行きでございます。週間税理受付、田中歯科医院では、緑が丘で降りください。駐車場もございます。途中降りの方は、ブザーでお知らせください。次は、柏一丁目、柏一丁目でございます。パスもスイカは駅一部を除くコンビニエンスストアでもチャージを取り扱いしています。
次は NTT 柏前、NTT 柏前でございます。警察署からお願いします。バスの直前直後の横断は大変危険です。道路は正しく横断しましょう。次は富里でございます。お客様に車内美化ご協力のお願いです。バス車内にゴミや空き缶などを捨てずにお持ち帰りいただきますよう車内マナー向上にご協力をお願いいたします。スイマーズ前でございます。土日診療駐車場完備、総合歯科医院柏歯の国です。歯にお悩みのある方は、次は豊町東でございます。私たちと一緒に働きませんか。東武バスグループではバス運転手を募集しています。充実した研修制度で未経験の方でも安心。お問い合わせは東武バスグループ採用担当まで。皆様のご応募お待ちしております。時は台でございます。総合内科、循環器、糖尿病内科の須田医院へはこちらから徒歩2分です。各種健康診断、予防接種も承ります。千葉県警察からです。振り込め詐欺が多発しています。不審な電話が来たら家族、警察に確認しましょう。次、止まります。車内事故防止のため扉が開くまで席を立たないでください。止まりください。
緑が丘でございます。終点随時受付、田中歯科医院はこちらでお降りください。バス停降りて直進徒歩4分、蓮見ストアそばです。駐車場もございます。次は日立大、日立大でございます。あなたの夢を叶えませんか？東武バスグループでは大型二種免許取得費用を支援いたします。詳しくは東武バスグループ採用担当まで。皆様のご応募お待ちしております。中央でございます。お客様にお願いいたします。お年寄りの車内事故防止のため席をお譲りくださるようお願いいたします。なお、お年寄りの方はバスが完全に止まってから席をお立ちください。入り口でございます。宿ヶ谷でございます。次は新柏4丁目、
新柏4丁目でございます。パスモ、スイカは駅一部を除くコンビニエンスストアでもチャージを取り扱いしています。次、止まります。車内事故防止のため扉が開くまで席を立たないでください。お客様の多様なご要望にお答えいたしますので、西柏営業事務所までお気軽にお問い合わせください。次は終点、新柏駅。新柏駅でございます。どなた様もお忘れ物のないようご注意願います。総務バスでは、パスモ、スイカでご利用いただける金額式 IC 定期券を各営業所で発売しております。ご利用方法などについては総務バスホームページをご覧ください。本日は総務バスをご利用くださいましてありがとうございました。Thank you.